こんにちは。免疫力を向上、体温を上げる方法についてお話しいたします。前回の動画でですね、体温を上げると免疫力が上がるよということについてお話ししました。今回はその続き、具体的にどういうことをすれば体温が上がっていくか、それについてお話しいたします。体温が高いと免疫力向上。で、どういったところに上げするかというと、まず一つ目、食生活です。食べたものがあなたの体になります。食べること非常に大事になります。まずね、必要としては根菜。もう地面の下になってる食べ物ですよね、お野菜で。根菜を多く食べましょう。そして二つ目、暖色系の食べ物を多くしましょう。暖色系どういうものか。赤や黄色やオレンジ、そういった色の食べ物を多く食べるようにしましょう。まずは食生活です。そして二つ目、筋トレです。筋トレ、特に下半身です。下半身の筋量を増やしてください。なぜかというと下半身ってのは筋肉が大きくなります。大きい筋肉ってのはそれだけ熱を産生してくれますから体温が上がりやすくなります。ですから下半身の筋トレを多めにやってみましょう。そして三つ目です。三つ目は有酸素運動です。有酸素運動で血液を回していって温度を上げること。ウォーキングなどがいいですね。ウォーキングや軽いランニング。そして四つ目です。四つ目は湯船に浸かりましょう。もう温度を上げるってのはもうこれが一番ね、手っ取り早いっちゃ手っ取り早いです。ぬるめのお風呂、38か40度ぐらいぬるめのお風呂に10分ぐらい浸かるようにしましょう。そして5つ目です。5つ目は、この飲み物になるんですけど、飲み物は白湯。白湯か、発酵しているお茶を多く飲んでください。発酵しているお茶です。緑茶は逆に体冷やしちゃう作用があるので、あったかくても冷えてしまうことあります。発酵しているお茶を飲むようにしましょう。ウーロン茶とかプアル茶とかね、そういったものですね。そういったものを飲むようにしてみてください。ということで、5つ。食生活、根菜を多く食べる、暖色系の食べ物を多く。で、筋トレ、下半身主体。で、有酸素運動。それで、湯船に浸かる。で、白湯発酵しているお茶を多く飲む。というね、この5つをね、早速、今日から実践して、体温を上げて、免疫力をどんどん上げていくようにしましょう。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。